迷える花嫁が集まる喫茶店、花ちゃんの園。どうやらこの喫茶店には結婚式にまつわる悩みや相談を焙煎してくれるマスターがいるんだとか。あ、今夜もまた一人迷える子羊がいらっしゃったようです。いらっしゃいませ。マスターのまゆと見習いのみゆです。本日のお悩みを代読させていただきます。いつも花ちゃんの動画を参考にさせていただいています。先月から打ち合わせやドレス試着などが始まったのですが、準備が進むにつれ自分たちが思っていた式場のイメージとギャップがあり、式場を変えようか悩んでいます。見学当初はチャペルの雰囲気が好きだったのと、プランナーさんも丁寧に対応してくださりとても満足でしたが、対応が遅い点やドレスショップを見学したけど気に入るドレスがないなどイメージが違いすぎて、この式場に少し不満が出てきています。式場を変えるなら早いタイミングの方がいいことは分かっているのですが、大金がかかるイベントなのでそう簡単に式場を変えて同じような目に遭うのではないかと勇気が出ずにいます。もし式場を変更する場合は担当プランナーさんに直接ストレートに伝えてしまっていいのでしょうか。電話やメールでお伝えする方が丁寧なのでしょうか。花ちゃんのお二人にぜひ後押しをしていただきたいです。よろしくお願いします。これは簡単な問題ではないですね、はい、ただ結婚式準備をする上でみんなさん初めてのことだと思うので、誰もがぶつかる壁なのかなというふうに、こういうお便りはね少なくないくないので変えた方がいいですっていうのは簡単なんですよ、うん、簡単なんですけど、やっぱり私は知ってるので、うん、式場をもう一回探したり、そうやって自分たちで調べる時間とか労力とか、うん、精神的にもすごく大変なことを知っているので、一概に式場を変えるとか、うん、っていうことが一番の解決になるかっていうと、うん、そうじゃないこともあるかなという、本音で言うともっと詳しくちょっと聞きたいなっていうのはあります、うん、もちろんね自分たちが決めた式場であれ言ってたことと違うとか、全然連絡が来なくって不安になるっていうことって多いよね、お声としてはね、うん、結構聞きますね、うんうん、花ちゃんの園でもプランナーさんから返信が来ないことについてとか、プランナーの希望を出すか出さぬかみたいな、まあ、そういうねプランナーさんにまつわるお話みたいなのをお便り動画を上げてるんですけど、コメント欄見ていただいても賛否両論というか、はい、もちろん式場が変わっていかなきゃいけない部分が多いと思うんですけど、ただすぐに変わらないことも踏まえると、私たち自身も新郎新婦側としてやれることを見つけてこうやるっていうのも一つみたいな、ちょっとまあ賛否が分かれるね動画を出したんですけど、この場合まずプランナーさんに今思ってることを伝えるっていうのは一つありかなとは思います、うん、今思ってることっていうのは不満だったりとか、うん、そうこういうところが不審に思ってますみたいな。そう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 、後になればなるほどキャンセル料がどんどん大きくなっちゃったりすると思うんですよね。今思ってることは思っているままだと結局状況は変わらない、そういうふうに思ってることも気づかれないままずっと変わらぬ対応をされたりとか、ドレスとかがあんまりいいのがないなっていうこととかも動かなかったら変わらないですよね、うん、伝えないと伝わらない。そうなので、実際に見学した時に感じたり説明を受けたことと異なる点がまず何なのかを整理した方がいいですよね。よくあるのがお打ち合わせの日にちが自分たちは土日休みで、できれば平日でお願いしたいですけど土日もできますよって言われたけど、一切土日の打ち合わせができない、うん、じゃあ有給取らなきゃいけないじゃないかとか、うん、そういう風な問題が結構後から出てきたりするんですよね、うん、なのでそういう部分で何が最初に受けたことと違うのかっていう事実をちゃんと伝える、式場側としても何を改善することで2人が安心するのかがあんまり具体的でないと変えても状況は変わらないかなと思うので、まずそれを伝えるっていうのが一つ、うん、式
式場をキャンセルしたいですっていう気持ちがもう大きくて、花ちゃんの一押しが欲しいだったら、そのぐらいの気持ちまでなっちゃってたらキャンセルした方がいいです。その式場自体そもそもにもう無理、自信があるってなると、早ければ早い分だけそうそうキャンセルのね、やっぱりそういうご料金も変わってくると思いますし、ただ式場キャンセルしたその後っていうところでいくと、まずゲストに式場変更を伝えないといけないですよね。私お二人が決めている日程が空いていて、日時がね同じ日が空いている、自分たちのこれぴったりって思う式場がドンピシャ見つかるかって言われると結構難しかったり、同じ条件で違う式場を探すのってすっごい大変、すっごく大変だと思います。なのでもしかしたらゲストに伝えている日程からはずれちゃう可能性がありますよね。だけどもし他の式場に行ったとしても、もしかしたら同じような目に遭うかもしれないっていう不安があるってこうお手紙あったから、その場合は一回同じ日で空いてる式場があるかをキャンセルをしないで秘密裏に見学動いてみるとか、ーキープみたいな、キープ、はい、他の式場も見てみる、そう、キャンセルの料金とかも毎日で変わるってよりは何ヶ月前でいくら何パーセントとか、ちょっと大きめの単位でパーセントが変わってくると思うんですよ、キャンセル料の。なので例えば明日から 10% が 20% になっちゃうとかだったら問題ですけど、この期間がずっと 20% で変わらないんだったら一回その期間って決めて動いてみる。そういう場合って、ゲストに出席とかそういうの取り終わっちゃって、で終わっちゃった段階で例えばキャンセルしたいってなったら、もう一回取り直す、もう一回、そうそうそう、だから一回ゲストにちょっと日程の変更の可能性があるので、また改めてご連絡させていただきますみたいな形で連絡をする、連絡の手間もあるけれども心がね沈んだまま進んでいくのであれば、そういうふうに動き出してみるのもありですね。やっぱり式場見学で違うとか悪いっていうのは結構よっぽどなことかなっていう、雰囲気が思ったのと違うとかはもちろんあるんですけど、接客とかが違うっていうのは結構よっぽど感じがいいですよ、ウェディングの人たちは、笑顔も素敵だし、確かにすっごい皆さん第一印象がね明るくて、そう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 、元気が活気があるイメージ、活気あるよね、やっぱりこうハッピーな、ね、空間ですし、なんかあどうぞこちらへみたいな人ちょっと嫌、それはまずいですよね、そういう場所はあまり選ばないと思うんですけど、どんな方たちも点の曇りなく当日を迎えてらっしゃる方って少ないように思います、良くも悪くも、何かしらのこうちっちゃなことでも、ここがちょっと残念だったって思って当日迎えてる方はすごく多い印象あります。多い印象あるよね。それはやっぱり夫婦もそうで、大好きだし、もうずっと一緒にいたいけどこういうとこがちょっとイラつくんだよねとかって絶対あると思うんですよね。でもそれ以外の部分が大好きだから一緒にいるとか、その都度話すとかで前に進むっていう方もいると思いますよね。それがもう難しかったらもう離縁するっていうのも一つですし、そういうのと、まあ、一緒にしちゃいけないかもしれないですね、お金を払うのはこちらだから、ただ結婚式場とのお付き合いって独特で、接客される側とのお付き合いがすごく長いので、そういったものがちょっとずつ出てくる可能性はあります。そうなった時に都度ね改善しても言えるのであればどんどん言った方がいいと思うんですけど、言いづらいとかだった場合に自分たちの中のボーダーは決めた方がよくて、ここまではちょっと自分たちもまあ我慢じゃないですけど、許容範囲、許容範囲かなっていうこと、例えば平日の打ち合わせになることは自分たちの中でよしとしようとか、ただこれあれですよね、最初にちゃんと説明を受けてれば、確かにそうですね、納得できるけど、そうじゃないからっていう不満だから、まあそこ難しいですよね、やっぱりそれは事実を式場に担当プランナーさんにちゃんと伝えた方がいいと思います、伝えて変わるならそれが一番いいと思うので、自分たちの負担もゲストの負担も考えると、そう、私は確かにその式場にもいたので、結構ねその式場の内情とかも分かる分、一概にプランナーさんが全部悪いっていう風に言えない気持ちも常持ってたりはしますけど、でもやっぱり一緒に自分高額なお支払いをするのはお客様なので、お客様が我慢するっていうのはやっぱりおかしいですよね、でも黙ってても絶対伝わらないので、私たちはこういうお客様
様ですっていうアピールをしていても、その理不尽は良くないですよ、うん、感情で全部怒っちゃったりとかは、うん、この先もあんまりプラスにはならないですけど、うん、こういう説明を受けたのに実際はこうですとか、うん、私たちはいつに連絡欲しいと言ってるのにいただけないからとても不安になりますと、そういうこととかは伝えていっていいと思うんですよね。大前提、その式場で当日を迎えたいっていう気持ちが大きくて伝えるのと、もうやめてやるから最後に言いたいこと言うだとまたちょっと伝え方が違ってくるんですけど、もし続けたいなっていう場合はすごく信頼して、大好きで申し込んだからこそこういうことが残念だったっていう伝え方の方がえぐられますよね、式場の。確かに言われる側もそっかっていう、そうなってからの信頼の取り戻し方がどういう風に出るのかっていうのは、もしね、猶予を与えるのであれば、ちょっとチャンスをあげるのどう？すごくいいと思う。あ、本当？はい、言うのってすごく勇気いると思うし、うんうんうん、言えば変わってくれるって分かってても伝えるのって難しいと思うんですけど、うん、その一歩ですごく今後のやり取りとか対応が変わってくるのであれば、伝えることにはもうメリットしかないと思うんです。そうだね、うん、私たちとしては式場に変わってほしい部分もあれば、ちゃんはなさんのみんなの声で式場が変わることもあるので、うん、一歩の勇気をみんなで、うん、そうですね、はい、まあ、貸すのはちょっとあれなんですけど、うん、やっぱりそれだけのね、金額と時間と労力を費やす大イベントなので、うん、みんなが気持ちいい感じで終われるのがベストですね。そう、ベストベストベスト、うん、長野の皆さんでもこういう悩み多いと思うんですけど、うん、皆さんなんかどうしても耐えてますか？なんか私結構性格的に言うの勇気いるんですけど、うん、一個言うと、うん、なんかだんだん言いやすい洋服屋さんとかでも一個試着して買いたいんですけどって一回言うと、なんかまた次言いやすくて、結構なんか3回1回2回ぐらい言っちゃう時あるので、うん、あ、そうなんだ。私結構言えないタイプね。背中押したいんだけど言えない気持ちも分かるから、うん、自分で逃げちゃうかもしれない。グッとこうと押し込めて、うん、あと自分の中で結構決めるタイプ、ここまではいいや、一旦自分も工夫してみようとか、連絡の仕方工夫したりとか言い方を変えたりとかするけど、うん、それが超えた時に一人爆発を一番怖いやつですそんなことないけど長野さんのアドバイスも欲しいですね。そうですね、皆さんのこうしたよとか、うん、皆さんどうされたか気になりますね。新郎新婦2人のさことだけじゃない、こうゲストが関わることだから大変なのよね、うん、やっぱり結婚式ってね、うん、答えの出ないような悩みを相談するのがここ花ちゃんの園という喫茶店になるので、みんなで解決していきましょうよっていうコンセプトですね、お届けしております。はい、お悩みはい、あればぜひお便りいただけたら嬉しいです。はい、本日もご来店いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。バイバーイ。